アナイス目は、袋エビ上目に含まれる、甲殻類の分類群の一つ。胸部の台に大切にハサミ足を持つのが特徴。小型で、大部分の種が、海洋の定生生物である。多様な環境に生息し、900種以上が、記載されている。アサドプシスラトレイ・ロンジェフラグラム・アンフィビーム小型で、通常は1ミリメートルから1センチメートル程度だが、 深海産のものでは1 2トルに達する種もある。体型は円筒型か、背腹にやや平たい形状をとる。頭部と第一、第二、胸節が融合して頭胸部を形成し、肺甲に覆われる。二体の触角を持つ。可動性のない腹眼を持つが、退化して持たない場合もある。肺甲の両側にエラ質があり、ここで呼吸を行う。第一、 胸節の付属詩は、顎足となり、後期として働くと同時に、その副詩は、エラ質に挿入されて、呼吸を補助する。第二、胸氏は、先端がハサミ状、またはそれに近い形状となるため、ハサミ足と呼ばれ、接触や交尾に用いられる。残り六体の胸氏が、歩行詩になる。腹部は六節からなり、前方の五節は、それぞれ一体の腹詩を持つが、メスでは、 腹肢が退化する種もある。腹部末端の大切と微節は融合して腹微節になるが、種によってはさらに多くの腹節を含めて融合が起こる。腹微節には、オシを持つが、各種もいる。メスの生殖口は、第6、胸節の腹板、オスのそれは、第8胸節腹板から生じるペニスにある。メスでは一部の胸肢に、放乱のための膨らんようが生じる。 オスは成熟すると後期が縮小し、種によっては完全に失われ、接触しなくなる。その他にもハサミ足の大きさ、感覚網の数、腹眼や腹足の発達度合いに性的不たなりが見られることが多い。消化器系としては1体か2体の中長線を持ち、さらに破砕を持つこともある。排出器官は1体の小学線と人細胞。神経系は 食道化神経説のほかいくつかの神経説と、腹神経策からなる。多くの種は胸部に、剣子線を持ち、巣穴作りなどに用いる。世界中の海洋に分布し、深海から旋海、低緯度から高緯度まで、その生息範囲は広い。海底の砂霊や、海藻の隙間などに見られ、珊瑚礁やマングローブ、深海の開口部、熱水噴出口や冷水流出体など、 様々な環境から発見されている。種の多様性が最も高いのは深海である。旋海域では個体数が非常に多くなることがあり、1平方メートルあたり14万個体の多イ種類が生息していたという記録がある。わずかだが、寄水、淡水に産する種もいる。原則として、訂生性であり、砂流や、 藻類のかけらを集めた生還や巣穴を作って生活するが巣を作らない種もいる。サンゴ、コケムシ、ヒドロムシ、貝類やウミガメの体表に生息する種も知られている。デトリタス食、肉食、不肉食、藻類食など食性は種によって多様だが、多くの種はそれらを使い分けている。ハサミ足は動物やデトリタスヘをかむ際に用いられる。さらに、 第二小額に入った剛毛による露化食も行っているとされる。深海性の種は出取り足す主な餌としていると考えられる。肉食性の多内種類は、ウニの妖精、多毛類、線虫類、ソコミジンコ類などの無脊椎動物を捕食する。一方で、多内種類を餌とする動物も多く、多毛類や他の甲殻類、干潟の鳥類、魚類の特にコチ魚などが、 捕食者として知られている。オスがメスの生還を訪れ、その中で配偶する。死友が向かい合い、オスがペニスをメスの育児脳に挿入して、精子を放出すると、すぐにメスが卵を育児脳内に生み出し、体外受精が起こる。受精卵は育児脳内で保育され、満火陽性として孵化し、その後もに3日はメスの生肝内に泊まる。 生皮はしばしばメスに偏り、オスの見つかっていない種もある。死生戦の性転換を行うことも知られている。性転換前に経験した放乱回数によって、性転換してオスになった後の形態が異なる例もある。同時雌雄同体の種もあり、自家受精を行うことも報告されている。タナイス類は19世紀には頭脚類に分類されていたが、 1895年に、南光類の一目としてタナイス目が設立され、網目、クーマ目、当脚目、短脚目などと並んで袋エビ上目の目とされている。タナイス類の単系統性は強く支持されているが、袋エビ上目内での系統関係は、はっきりしていない。900種以上が記載され、未記載種を含めると数千種になると推定されている。厳生種はタナイスアモク。 アプセウデスアモク、ネヘターネダモウファの3アモク、またはネヘターネダモウファをタナイスアモク内の上下に格下げして2アモクに分類され、さらに化石種のみのアンサラコックリドモウファも含まれる。タナイスの名はロシアのドンカワの救命に由来する人間生活との直接的な関係はない。大きなハサミを持ち可愛らしく見えるためか、比較的に研究が進んでいるとされるが、 分類が難しいために生態学的な調査では無視されることも多いという。ありがとうございます。